型プロボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ王者、井上尚弥翔成12回戦、WBC1 位ルイスネリ、2024年5月6日東京ドーム、写真、1回ダウンを喫した井上尚弥はこの表情、34年ぶりの東京ドームボクシング興行で、4団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥、31イコール大橋が挑戦者ルイスネリ、29イコールメキシコを6回1分22秒 TKO で下ろし、4本のベルトを守った。東京ドームで日本人初のメインイベンターとして、日本人にとっての最大のヒールである悪童を倒し、元 WBC 世界バンタム級王者、山中慎介氏の敵討ちに成功。初の世界王座奪取から節目の10年、4万人超の観客の前でボクシング史に名を残す歴史的一勝を挙げた。練りは初回から東京ドームに衝撃を与えた。選手コールの時点で東京ドームは練りへ大ブーイング。しかし練りはその大ブーイングを跳ね返し、1回に左フックで尚弥からいきなりダウンを奪った。その瞬間に会場は一瞬静まり、騒然となった。しかしその後2回、5回にダウンを喫すると、6回には、尚弥の右フックに沈んで立ち上がることはできなかった。試合後に立ち上がった練りは、尚弥に駆け寄って、相手を唱えて、尚弥の勝利者インタビューも、冷静にコメントを聞いて、真摯な対応を見せて、リングを降りた。ファンからは、練りに拍手。練りの初回ダウンがあったからこそより盛り上がった練りは良い感じにエンターテイナーだな練り大健闘だな練りの評価も爆上がり本当に悪童から卒業したんだななど練りを唱える声も上がった。